はい、というわけでもうパートもう佳境に入ってきましたね。佳境に入ってきましたね。もう最後の最後終わるかな、そろそろ。いやー、なんか楽しいところやってきたね。なんかもういろいろと今まであった謎が一つになってきて始めてるね。そう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 、うん、で時間の都合上ね、前回ちょっと切っちゃったんだけども、まあ、今回また続きではいやっていきましょう。さっさとやっていきましょう。はい、一生懸命読みます、はい、さっちゃん。あ、そうだね、さっちゃんで終わっちゃったんだね。俺たちにできることは村岡の心を開くことだ。おう、巨大な色子さんや恨みっ子を倒すことは絶対にできない。できないんだ。君たち二人が現代へ帰るにはそうするしかない。二人？二人っつっちゃったね。うん、赤文字で二人って言っちゃったよ、うん、西野さん違うんだね。西野さん違うんだね。ええー、いや、そりゃそうだよ。二人？あ、泣いてるよ。泣いてる。ねえ、みっちゃん、西野さんがいないよ。あれ？え？西野さんはもしかして生前の良かった頃の村岡さんってことかな。これ村岡さんが乗り移ってたとか、もう考察しちゃったけど。そうだな。あの平田さんを助けようとしてくれ、助けようとしてくれてた時の。俺はもうわからん。俺はもうわからん。西野さん、またいなくなったの？西野由依はまた2年5組に戻ったようだ。2年5組？またって？西野由依が死んだ場所だ。ああ、殺されたところだ。ネタバレしたな、こいつな。うん。死んだ。西野由依は6日前に怨霊と化した内田久美子によって殺された。ああ、そうだ、やっぱそうだ。あれで死んでたんだね。机の下に入った時に。あの、ブレンタッチで。うん。うん、やられた時。自分が死んだことも分からずに闇の木造校舎をさまよっていたんだ。ああ、なるほどなるほど。で、怨霊なのにいい怨霊だったってこと？怨霊になってないってこと？なってないのか。死んだけど。6日前死ぬ直前の記憶を引きずったまま。じゃあ私たちと一緒に逃げた時にはすでに死んでいたはずだ。そうだったんだ。そんな、だって私と話してたんだよ。そうだよね。西野由依は学校に取り付く浮遊霊になってしまった。あ、怨霊じゃなくなった。怨霊じゃないんだ。浮遊霊。はいはいはい。この学校が消えない限りもう成仏はできないんだ。あ、したらもう消してやりましょう。そんな西野さんまで。西野由依のように、ならないためにも君たちは生きて現代へ帰るんだ。帰りましょう。4年4組行こう。お、ラスボスだねこれが今度、うん、行こう。みっちゃん行こう。村岡さんと話してみよう。うん。平田隆人形を手に入れた。これ強いんじゃない？割と。平田隆人形か。4年生の校舎に戻りましょう。あれ？西野さん。西野さん？平田さん。あんたの言葉で分かったよ。私がどうなってしまったのか。ああ、言っちゃった。え？二人に黙って持ってきちゃった。え？安藤くん。安藤くん。ダメでしょ。安藤くんどうすんのよ、それ。せめて平穏な最後を迎えられますように。どういうこと？どういうことだ？成仏させたってこと？浮遊霊が怨霊を。誰を？安藤くんを。安藤くんを。おっと、鳴った。鳴った。地獄のチャイムが鳴った。二人とも4年生校舎まで走るんだ。走ろう。ダッシュ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 。水道がある。水道がある。こっちだね。うん。そして階段があるはずだ。おおっと、久々に来たよ。誰？おじさん？二人とも頑張れ。回復したぞ。いけ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 。おお、みんな来る。
来る、みんな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 来る、二人とも頑張れ、頑張る。おいけー、また来るんじゃないか、そのうち。うーわー、おー、いけ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 、死になってしまった。二人とも頑張れ。これ少しってのがミソだね、これね。ちょっとずつ減っていくよ。まあね、二人とも頑張れ。シシになった。いけいけ、4年生校舎へ戻ろう。戻りたい。どこだ、下か。こっちだな、多分な。こっちだな。歌がね、おお。どっち？スキンは入ってきた。大きいのに？ぶっ壊される。走れ。走る。振り向くと死ぬ。振り向くと死ぬ。またさっきのあれか？さっきと同じだろうね。うん。残ってる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 。入ってきたら外側から攻撃してるけどね。そうだね。やりたい方だよね。やりたい方だよ。ブン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 来るんだろうね、後ろで。ブンブンなんだね。よっしゃー、急げ。前へ進むぞい。前へ進む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 。もうチャイムじゃなくて、うめき声になってるよね、さっきからね。あー、逃げ切った。逃げ切ったね。しきこさんは4年生校舎、今終わんな、入ってこれないみたいだって書いてたからね、今ね、ごめんね、今はな、今はな、今は入ってこれないんだ、今はな。だが青い溝は4年生校舎まで侵食を始めている。ああ、入ってくるのは時間の問題、ね、問題だ。急げってことだね。早く村岡さんのところへ行こう。早く行こう。はい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 、戻ってきた。二章さん、助けられなかった。助けなかったね。さあ、先を急ごう。あ、この色違うね。うん、小林さん、三倉さん、そこに入ってるね。二章さんいるね。二章さん、そこにいるね。二章さんの声がする。どこ？あの、色の違う机でしょうね。あ、勝手に動くよ。あら、机の下。やめろ、小林みずほ。来る？あらららららら、西野さん、小林さん、三倉さん、早く机の下に隠れて。これ危ないでしょ。音量が襲ってくるよ。もうわかるだろ、西野ゆいはもう浮遊霊になっているんだ。たとえ君たちが助けたくても決して現代には帰れないんだ。はあ、西野さん悔しいな。村岡のところへ行こう。君たち二人だけでも返してもらえるように頼みに行こう。行こう。ちなみに今ここは西野さん、あれさっき2年5組に戻ってるっすよね。4年3組から来ちゃったんだ。また4年4組もうすぐだ、うん、逃げよう。一緒に現代に帰ろう。西野さんかわいそうに、かわいそうだな。どっちだ、4年4組、あれこっち、わかんない。村岡は考え直してくれるだろうか。そっちっぽいね。うん、平田さん、村岡は心を閉ざしてしまったから本当の気持ちはわからない、うん、でも俺は殺されたけど村岡は今でも友達だと思いたいんだ。ああ、村岡はどう思ってるんだろう。きっと大丈夫だよ、平田さん。私も部屋に閉じこもったけど、外から気にしてくれる人たちがいて、やっぱり嬉しかったから。うん。そうだよな。村岡の両親を信じよう。信じよう。会いに行こう。会いに行こう。え？本当にそうなのかな？あれ、ここで頭のいい村岡さんはさっちゃんとは違う。自分を恨ませるためなら手段を選ばない人だよ。これ頭のいいみっちゃんが話なんて聞いてくれるわけないよ。おっとっとっと、私の方がおかしいのかな。
いや多分彼女って割とずっとさっきから正論言ってるよね。まあ、先をね、うん、先を言ってますね。でもまあ行くしかないよね。いよいよ終わりかな。さあ、いやいやいやクライマックスですね。田口さん頑張ってください。頑張ります。開かないんじゃない、開くのかなこれ。コンコンコン、村岡さんいるんでしょ。返事がない。村岡話をしよう。返事がない。やっぱり開けてくれないのかな。開いた、開いた。あ、今鍵が開く音がしたよ。村岡話を聞いてくれるのか。きっとそうだよ。なんで、どうして村岡さんがここを開けたの。私たちの話を聞いてくれる気になったからじゃないの。殺そうとしてんじゃないの、もしかしたら。でも、うん、でもさっき聞いてくれるはずないって思ってたからね、この子はね。うん、話をしなきゃ始まらない。行こう。行くの？罠だ、絶対。それとも村岡さんの両親に期待しすぎてる。うん、私だけでも注意していかなきゃ。注意していかなきゃ。行くことは行くんだね、もうね。そうだね。うん、なんかどうなってんのかね。あ、行ったよ。はいはい、目やられてるね、やっぱね。はい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 、村岡しき子。村岡しき子さん、これが本当の村岡しき子。ここまで来てしまったんですね。小林瑞穂さん、三倉幸さん、平田くん、あなたも来たのね。平田くんはこの人に殺されたんだよね、うん、なのに信じようって言ってるよね。ね、そうだよね。いい奴感が、いい人だね。しきこさんに恨まれたから力が増したの。ああ、でも話さなきゃ。村岡さん、あなたのしたことは私許せない。あ、そういう話し方だけど、平田さんから聞いたよ。あなたがどういう人だったのか。最初の頃ね、怨霊に引きずり込まれたあなたは取引を行い恨みっこになった。はい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 。でもそれは怨霊の力を手に入れて平田さんを返そうとしたからなんでしょう。あら、あらら、本当のあなたは恨まれることなんて望んでなかったんでしょう。あら、確かにそうなんだ。やっぱり初めはそうでした。うんうん、はい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 。ここに引きずり込まれる人たちを助けたいと思ってました。はい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 。ですが、ですが、三倉幸さん、え、どうして戻ってきてしまったんですか。そりゃね、あ、笑ってるよがっつり。あなたも本当に助けてあげたかったんですよ。だって私と同じ一人ぼっちの生徒だった。そういうことか。私には話してくれましたよね、小泉瑞穂さんだけが親友だって。あ、その信用消すってことなのかな。で、恨んでもらうとこかな、うん、でもあなたは優しいから気づかなかったかもしれません。親友ならなぜあなたは孤独だったんですか。確かに。いや、やめてよ村岡さん。村岡さんが私に噂を広めさせようとしたのはもう分かってるの。バカな私が噂を広めると思って返したんでしょう。さっちゃん、そうですよ。もっと、私は恨みっ子ですから。ですがそれでもあなただけは助かったはずでしょ。まあその通りだね。友達を見捨ててしまえばあなただけは生きられたのに。そんなことしないよ。私自分だけが助かってすごく苦しかった。うんうんうん。部屋に閉じこもっても死んじゃったみんなのことが忘れられなかった。村岡さん、本当はあなたのことだって。この子は優しすぎるね。いや、そうですよ、うん、私はあなたのことだって助けたいと思ったんだよ。今だって本当にそう思ってるの。さっちゃん、さっちゃん、
何ができるんですか。何ができるんですか。え、うん、三倉さん、私のために何ができるんですか。まさか。行ってみてください。何ができるんでしょうかね。何ができるんでしょうかね、というところで今回のパートもちょっとまた中途半端になってしまいましたが、ここでこんな気になるところで、うん、終わってみたいなと思います。はい、それではまた次回のパートでお会いしましょう、はい、お会いしましょう。楽しみですね。また